はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀もこえです。今日も早速練習見ていきましょう。今日は予選想定のチェックをしました。昨日に引き続き、朝やってみるみたいな感じですね。まあ、昨日、試合で大事なメンタル13みたいなそういうのを、出したんですけれども、まあ、大事なことが多すぎてこう試合の時に頭まとまってないなっていう感じを受けましたね。まあ、感謝することも大事だし、人の心を動かす演技を目指すということも大事だし、強気っていうことも大事だし、まあ本当になんか楽しむってことも大事だし、いろんな大事なことがありすぎて頭がまとまってないっていうことは良くないと思うので、ここはシンプルにしたいですね。これ今後の課題。まあ、いつでもどこでもどんな時でもできるっていう練習は積んできたんですけれども、まあ、緊張感のある練習がまだちょっとこう足りてないかなと思うので、まあ、月曜日にですねまた緊張感のある練習をしたいなと思います。はい、あと思考シンプルにっていうのは、まあ規制の多い試合ですので、まあ、できる限りそんな中でできることを本当ただただ頑張ろうと、頑張ろうぜみたいな、ただそういう思考をねシンプルにしながら、まあ、頑張っていきたいなと思います。